大田区田園調布せせらぎ館で第14回田園調布グリーンフェスタが開催されています。田園調布周辺の自治会や商店街が協力して行われる地域住民の交流イベントとして長年親しまれてきた催しです。今年は新型コロナウイルスの影響で時期を秋から冬へずらしての開催となりました。今回のテーマは今こそ見つめ直そう、田園調布の魅力発信。パネル展示やオンラインセミナーなど町の魅力を発信するさまざまなイベントが開催されています。出歩けない時期に、せめて自分たちの育った、町をですね、見つめ直してもらおうかなと、そんなことで、テーマとした次第ですけどね、館内では田園調布の歴史や自治会の活動のパネル展示のほか、作家鹿島茂さんをファシリテーターに招き、渋沢栄一の足跡をたどる講演会などが実施されました。他にも大田区独自のアプリを活用し、周辺スポットでオリジナルスタンプを集めるウォークラリーなどもあり、運動不足解消と地域巡りが同時にできるイベントとなっています。第14回田園調布グリーンフェスタは1月30日まで開催の予定です。